はい、金箔で覆われたね、キットカットが限定500本で売られるそうでね、どんな感じなんですかね。まあ、キットカットっていうのはキットカツに五感が似てるっていうんでね、縁起物として、まあ、親しまれてるそうなんですけど、ただ我々芸人から痩せるとね、キットカットだったことになっちゃいますから、ちょっとドキッとしちゃいますけどね。でもなんかすごくね、運気が上がりそうだなんて意見もあるみたいですね。だから言ってみれば畑と一緒ですよ。どういうことかって、そこに幸運気があるってね。ねずっちです。今日はねずっちの安全安心整いましたのロケ中です。